リトリズの M1。 はい、これおさらいね、うん、前半の私たちも共闘よ、共闘だね、ここに置いとくよ、ありがとう。見て、目も見てなかった。ほらほらほらこれがあったからいけただよね、共闘だよね、共闘だわ。マジでありがとう、マジでありがとう後輩ちゃうやん、マジでありました、よかった。ちょっとでもあと1回、マジでここが多分岡野さん超えられなかったところなんで、この先を見取り図さん見てないわけですよ。お見せします、お見せします。あスターアングル来ると、私がさあ腹切りチャレンジ最後、行くぞ行くぞ、来てような、ここ一緒にな、グラフ V にしような、これ腹切りチャレンジ行きます、頼みますよ。ファーストレバーオン、どこでもありえる、違和感も感じない。おお、いきなり気持ちいい、いい声だなっていう、いい声です、ありがてえ、ありがてえ、最高です、最高です。もうこれこれこれが見たくて打ってます。いや嬉しい、あら2分1でまんまいっちゃう、入れましたね、うん、90% でいつも出す1本、うん、まあ続くよ、うん、さあこっからが、もう1本、ここからが継続率 90%、 その威力を存分に見せたいと思います。で、ドレミちゃんが金保留で外れてモグラで当たりました、うん、なんかモグラを右で、ラッシュも入れました、モグラ57%、超えろ超えろ超える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 、おめでとう、超えた、あっ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 行きたいと思います。ミオマツは先読みが絡めばもう本当に大チャンスです。まずは3万発からの C タイム戻しからのコンプリート、大きく出ましたね。120回を 76.1 分の1ですね、はいはい、ミオマツの場合は保留変化だったり、こう上のガシャーンだったり、まあ先になんかね、先読み系が何かしら出てくれればそれだけで大大大チャンス、何か起きてくれたらいいね、なるほど、ここミオマスは弱いけど、ここがトリガーだったらあり、うん、ボタンだったら弱い、ボタン、うん、これはしょうがない。ここで死神がいたら復活でしたね、うん、死神もいない、いやいやちょっと待って、やばい、あと50回しかない、どうしよう、いやいやまだいけるいける、嘘、まだいい、大丈夫、頼みますよ、早いからね。先読み。先読み。ああ、よかった。来ましたね。脳汁やね、これ。わあ、美しいレインボー。パララーン。やりました。あら、どっちも。右位置中は、51% が2000発、49% が1000発。ほぼ2分1で2000発取れますので。さあ、こっから。どうでしょうか。もう一個取ってるか。バッテン来たー、取ってるね、いいじゃん、ドレミちゃん、お来たー、何やってん今の間、哀愁ある、なんかありそうやったから何やってん今の間、気になるな。でもまあ脳汁今ドバドバ出てるでしょ、ドレミちゃん、最高やろな今、こういう感じでね、最低でも先発がもらえるから、確か哀愁ある、普通に可愛らしい子やな、うん、愛嬌がある。さあ、ちょっと早めに欲しいよ、次は継続させよう、ここも、できれば呼吸合わせた方がいいとは思います、ここの呼吸ね、障害呼吸、ボタンだったらチャンスです。あー、うん、これも三日月も満月とか赤月だったら大チャンス、リーチにもならないかも、あ、でも赤いですね、
ただこれはそこまで期待できないけど、鉄でも三尾松でもモンドさんでも誰でも必殺ルートに行けば9割超えます、うん、どうでしょうか。これはダメっぽいな。こいつ、じゃあ死神チャンス。いない。いない。ダメか。まあまあわからない。しょうがないですね。77、76。うわー、気持ちいい。トランペット、立ち向いた。立ち向いた。やってきましたね。そのままかな。あ、いいですね、はい、そんなことよりキモティって久しぶりに聞いたな。ちょっとな、おばさまなの、うん、俺ら年下やねん。でも出たら大事。はい、はい、気持ちいい。キモティ言うてるわ。キモティー、キモティって久しぶりやな。乗ってきた乗ってきた。でも乗ってきたね。わー、これは取った。なぜならエアバイブが消える。これ自分だけが分かるやつね。強すぎる。エアバイブ来てる。そうよな。あー、いいじゃん。しみるね。しみる。そうか、ここに手を置いてることによって骨を通してトランペットが聞こえてくる。あ、最近も本当言葉が出てこない。本当に、うん、興奮すると余計に出てこないですね。え、もうめっちゃ嬉しい。2人とも2人はそのまま2万、いいね、どっちのラッシュも見れる。さあ、1セット目は大丈夫ですね。はい、20ゲーム。さあ、2000万円は超えたい。最近もパチスロでしかドキドキしてないが。え、あー、ちょっと待って、早い早い。今日ちょっと1ゲーム我慢してほしかった。2ゲームか、2ゲーム我慢してほしかった。さあ、お願いします。まだいけるでしょう、さすがに。早めにね。あ、おお、うん、間に合ってた。いい、ここでも引けました。いいレバーオンしてんじゃない。さあ、6、今なんで分かった。20ゲームです。お、あ、ここでいいじゃん。チャンス目はどうですか。ないか、よくない。さあ、行きましょう。行くんじゃん、もう一回。あー、怖い。もうここでね、ここでもう怖いっすよね。指を突破したら続けることになる。ええところ止めるな。え、呼吸を合わせて。いいところや。さあ、ちょっと不安になってきたときは、うん、優しく左手を添える。おーおー、バスケか。そんなに大げさな感じじゃなくスラムダンクか。添えるだけぐらいの感じで。添えるだけ。来た、波を待ちましたね。トリガーだったらいいよ。これは弱い。トリガーだったらある。ただアタックトリガーだったらもらいです。いけ、ダメ。死神、死神、死神、死神みたいな。ダメ。30。わー、しんどいな。これもうちょっと待って。やばいんちゃう。あ、これは厳しいか。やめて、やめて、諦めないで。やばいんちゃうな、これ。頑張れ、ドラミ。でも、全然ない、ラスト。もう C タイムや、C タイム。一回転にかけちゃって。完全にやっちゃいましたね。いや、そんなことないよ。やってるけど。ただ、私には、あの、C タイム、死神チャンスが残ってます。これが醍醐味。1球入れた時の 50% で、アタックに発展します。うん、発展したら、40% で当選とラッシュに戻ります。とりあえず8000、まず8000。モグラムちょっと見えてる。よし、うった、 50% いったね。で、40%。決戦タイプでいきたいと思います。3人で。俺はレアな時間のやつやりましたもんね。戻します。ねえ、70、70、70がデフォです。それ以外だったらちょっとチャンスアップなんですけど、外したこと。90%が先にあるから、ここはまあ行きますね。ここは勝つでしょ。でも最後にあるパターンが一番ドキドキするんですよ。
勝てそうだもんな、70、70、まあ、ここは行きますよね。あとは70、70なんでどうかは。頑張れ、やばい、頼む。ここ行ったらマジでドキドキ。ここは突破するか。3つ目までにして。うん、すぐ荒れるやん。触れないの。女同士の戦いね。俺あんまり慣れてない女同士の戦いは。そうなの。頼む。おお、引き戻したね。死に笑い止まってない。やりました。アニマルドレニア引き戻しました。アニマルドレニア取りましたよ。いやこれすごいな。あれが醍醐味やのよ、仕置きに。死に神なんだ、一回外れてる。息がやばい。あ、そうですか。いいとこや。すべてのパチンカーの壁、二分一を突破せよ、うん、よっしゃ。さあ後半戦始まりましたが、今売ってる荷台、うん、まあすごいね、はい、荒くて、夢のあるスペックになってますが、うん、どうでしょう。まあリリーさんは最高出玉とかないか。最高出玉は乃木坂何本だよ。俺あれが人生最高だ。2万5000発か。何本。いやスロットで俺ね、はず、こんなスロット歴長いのに2万枚出したことないね。それは結構はずい。恥ずかしい。あ、そうなんや。4号機を知っててないから。あ、一番恥ずかしいよ。へー。でも最短記録ありますよ。何？夜8時に入店して、うん、閉店時に9500枚持って帰りました。すごい。何？銭形。なんかさ、スロットやる人ってさ、うん、絶対さ、昔は良かったり。それ俺分かってる。それ何がそんな昔が違うんやろって思うよ。万枚童貞なこと言わんといてない。自分で言ったから、ね、みんな知り合い自分で言ってもらうから。さあ、はい、どうしましょう。正直、俺はマジで五分五分なの。あ、ちゃんと50-50。本当に、両方とも当たっとるやん。今回は2人ともすごいよ。うん、大体見とる途中ってさ、こっちだなって思いながら見るけど、これはどっちも正直見たいね。だからほんま今回はもう森山さんのどっち見たいかで任せる。俺はもう五分五分やから。ええの。ええよ。マリエの。いや、スロッターやから俺。あ、やっぱりスロット見たいってのはあるとしても、うん、あのブブブどうなっていくんかなっていう結果ね。え、ほんまに痛いでやるの。え、ほんまにそういうブブブとかで選んだの。写真集や、写真集。そうだろ。早かったなと思って、もうちょっと悩まんから。で、ドレミちゃんのも、うん、まあおいおいまた後半戦出しますんで。ドレミちゃんなんてマジでいつもあったら選ばれてるよ、絶対。じゃあ、はい、リリーさん、はいはい、後半戦一体どうなるのか、うん、最も愛した人の名前を叫んで V 振りをしていく、はい、過去に最も愛した女、はい、本当にあっこちゃん。そうなんや。そうなんや。本当にあっこちゃん。二分一突破、マリアさんです。行きましょう。なんか違和感、違和感。お嬢様の感じする。うん、ピンも。あー怖い。もうここでね、普通にしてくれるのが一番。わかりますよ。違和感ないか。ああ。あと一回。これはやばい。出たよ。一番や。わかってる。あと一回。わかってる。ここで終わりはマジでない。ないぞ。ラスト。違和感ない？違和感ない？ないね。やばい。うそやん。あ。じゃ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 嘘でしょ？あるよね。え？やばい。そんなわけない。1000枚も入ってない。198万。やべ。そんなわけない。超格闘だ。やってもた。え、もう完全終わり。やってもた。え、間違ったんじゃん、ね、俺は。やってもたかも。引き戻しあります。引き戻しはあるねんけど。本当に。若干動揺してますけども、引き戻しあるよね。なんとか冷静保ってくれてますよ。あるよねっていう。いや、引き戻してください。見たいんですよ、まだ。こんなところで終わった。ない。じゃないです。本当に。あれ、ドレミちゃんやったか。っていうか、うん、写真集は。ジャニシーでもさっき俺彼女はチャンスゾーンしか無理って言ってました、チャンスですね。チャンスというかまあ行きますから、もう天井ですから。まあ一番深いところというか、まあチャンスゾーンの天井ですね。天井まで行きました。もうこの方リリーさんが、うん、はい、きっと今もつまらない顔をしているんじゃないかと。写真しろ、長いな。不安です。もうちょっと早めに一回見たかった。どう考えても森山さんから見てもこれはつまらない状態なんですけど。いや、
つまらないの続いてほしいね。写真集やってパッて出してくださいよ。早めに出してくれよ。頼むから、もうチャンスゾーンどうこうじゃなくて写真集見せて。初めて来たよ。初めて来ましたよ。肌色の秘密を教えて。さっきのモザイクのね。さっきの共闘 V チャレンジです。頼むよ、選んだんやから。ボーナスの子頼むよ。お二人を笑顔にせねば。待って、分かんないけど引き強い、ここは引き強いのよ。やりました。終わった。マリア、写真集は一緒に笑顔になってくれてます。大丈夫です、落とさないですか、大丈夫ですか。マリア、写真集当たったこと喜んであげて。でもギリギリ持ちメダルです、本当に。ああ、そういうことか。あ、やりました、ありがとうございます。592ゲーム、お願いね、頼むよ。来てしまったか、来てしまった、来てしまった。決戦ボーナスです。ただこれ、ただこれ、岡野さんも引いてなかった、引いてなかった、引いてなかった。今度はまあレギュラーボーナスなんですけど、まずこのベル、残りベル、あと7回、6回消化して、その後です。さあ、決戦開始でございます。まずですね、いきますね。まず、ここで写真集見たら何も入ってけんよ。映像そんな頭も写真集でいっぱい、写真集で頭いっぱい。でこれが相手の攻撃です。で、次のレバーオンで出たファーストナビが自分たちの攻撃だったら1セット目がクリア、それを4つクリアできたら AT です。いきます。なんで真ん中です。まず真ん中いきます。あっと待って、でもこっちを引いてしまった場合は、まあ、攻撃されてもう一回チャレンジできるんですね。左、ここでもう右ファースト出てしまった時点でもうアウト。真ん中が左、最初のナビが右は絶対ダメ。俺これ好きやねこのゲーム性。それは左を出します。うん、5は見せてくれ。左手で勝利を使います。真ん中の左ね、いきます。おい、何をしとんじゃ、選んだのに。写真集見せろ。いやでも写真集には近づいて。ああ。ありがとうございました。つややかやね。ありがとうございます。仕置き人どうなってるんやろ。ドレミちゃん恋しくなってきた。どう？お、魚宅さんよ。お疲れ様です。もう何しよう。え、女神、え、なんでなんですか。違う番組。4連続単発、水木彩さん、あ、出てる。あ、先月満杯出てます。おお、え、ちょっとなんかお胸が最高のユンボダンプやほんまに。おとなしのなんか、え、なんかお胸がボーンってなんだ、ギュッとした真ん中に入りたい。一回入ってるからだよ。いや、そんなことないよ、そんなことないよ。まあまあ、下り坂だけど。嬉しそうやね。そう、嬉しいやろ、これは。負けてる方が嬉しい。ありがとうございます。たくさん。嬉しい。あ、頑張って、頑張りましょうね、というか。世界最短のバイバイ。やっぱね、いろんなことが、やっぱ流れを変える。マリアさん、そんなこと言わないで。もう疲れたんか。まあ、ちょっと悪い流れなんで、やっぱり偉大以上は素敵だから、ね、うん、これはもう、引き戻しを見て、引き戻しを見てやめます。まあね、立ち回りとしては、もう引き戻し見て、あ、移動して、やってくれた。あ、今移動、どんな感じ。あ、ドレミさんどう、ちょっと流れが お昼ご飯食べて変わってしまい、かわいそう。思ってない。嘘でしょ、嘘でしょ。めっちゃ女子やん。ごめんね、強がりじゃない。ごめん、勝っちゃうわ。いや、これ付き合い長いけど、これ強がりだと思う。だってちょっとコンプリートに近づきましたんで。うわー、マジか、そっか、うん、そっか、追いかけるわ。うん、私は結構ね、基本的に移動することあんまないんですね。でも今日は
今日はね、移動してもね、成功しそうな気がする。すごい、やばい、目玉の匂いがすごいプンプンしてる。どうやったら写真集見てくるっていうかさ、写真集どこ行った。最初何撮ったっけ。マスか、怒りますよ、このままこんなじらされて見れんかった。だいぶじらされてんね。話し合う、頑張ります。こっちはね、前半と後半の間にね、ツイッターフォローしてるんですよ、五十嵐マリアを。大好きになってる。まあ、紫、まあ、マリアフォローしとんねん、こっちは。フォローまでしてじらされて、チャンスゾーンに入れてボーナスを引くっていう。本当に私、あの説明が下手すぎて、なんかたくさんチャンス目を引いてポイントを貯めてチャンスゾーンに入れて当てる、もしくはゲーム数の解除、ゲーム数でも当たります。だブブブも最近知ってる方がおもろい台数よね。じわじわ金額が加算でおります。チャンスゾーンもダメ、チャンスゾーンもダメやったら写真集は。そうだ、話しちゃおう。一回止めてください。ちょっとマリアさん、まとめよ。話しちゃいすぎるって。まず最初何つ撮った。ブーブーブーバルブレイブっていう時は、うん、チャンスゾーン失敗したら写真集をお見せするって、うん、そこは失敗してなかったブーブーの、うん、ああじゃあそれもまあいいわ。失敗もあったやろうけど、まあ、確かにな、あんな 900ハマってさ、うん、カットしとるだけでありますよね。この後ダイジェストでなんかモザイクの、あだから、だから そこ何のシーンなんかっていう。でもそれがあの方の写真集がどうかっていうのも別に、ほんまやモザイクやっていうか、もしかしたら魚拓さんとかをモザイクにしてただけじゃん。魚拓モザイクか。めっちゃ忘れてました、すいません。あんだけ写真集、写真集がついて、そうですよ。俺らはなんてタイミングで止めてしまったの。すいません、疑ってお見それしました。到達してますので、ごめんなさいね、本当に。さあ、さっきなんかあの海辺みたい、海みたいな船みたいなところに振り出しました。そんなん出してたんや。どこ行こうかな、なんか遊園地みたいなところに。ちょっと待って、いかにも素人な。 いい写真なんですけど。いやいや写真はいいよ。メリーゴーランドに、ちょっとな、俺ら生まれて初めてなりました。メリーゴーランドにあえて持つというのが多分ノーナインスタイル。肌色多くなかった。初めて乗りました。次か、こんな感じで。え、今まだ序盤なんです。じらすね、これ詐欺師やん。訴えますよ、僕が。さあ、一旦外で気持ちをリフレッシュ。私ね、いいカット。オカルト打ちをあんまりしなくて、しないんですよ。でも今日本当に悪い流れだったらどうしようはちょっと考えてきてて。何このカット。私下なめの眼鏡が本体なんですね、割と。確かに眼鏡、眼鏡を外してると、はい、本当に会社の人にも気づかれないし、誰からも気づかれないんですよ。メガネがないと誰か分かんないんで、本体を取り替えてみようみたいな。普段こんなことしないです。違うメガネで勝負しようかな。これでどうだ。もう笑ってるやん。これでも流れ変わるんだけど、ちょっとイメージ変わるか。もうどうしようもないです。もうイメージは変わるけど、これで流れ変わるかなっていうところで。メガネ変えて、うん、流れを変える。流れ、いよいよ。お忘れですか。あるんです、まだ、うん、まだあるんです。いよいよ俺たちのメインディッシュ、そうそうそう、心まで来てます。俺らのこれ超革命らしいやからね。生々しいですけど。ほら、この辺ね、なるほどね。こんな感じで、あ、これも大丈夫ですよね。はいはいはい、え、もうクライマックス。でもちょっともう一声いきたい。今もう一声、ここは私はしてきちゃうけど、もう一声ですよ。ちょっと隠しすぎだ。メトリッツさんね、こう2分1で選ばれたら、もうラスト写真集選んでますよ。どうか選ばれてませんように。え、そんな、今そんな気持ち。それだけ見せ場がないから、こんな終わると。896、ゼロから打って896ゲームです。あ、7ゾロ、楽しいところはここからです。ここエピソードを消化して、消化したらその後かなりかなり自分の引きが試される ST となっておりますので、私は見
取り図さんのトップスカップですごい好きなんですけど、あの私本名があやなんですね。あ、そうなんや。五十嵐マリアは社長がつけてくれた名前なので、本名があやなんですよ。だから森山さんがあや頑張れ、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 聞いてくれてる。何だって、俺が滑った感じだった恥ずかしかった、なんか見とって117万円、コラです。これ選んでくれてなかったらめっちゃ虚しいんですけどね。え、選んでますよ、見てます、ちゃんと。もう本当にもうここは引きが試される。ここがね、カバネリのまず、大トロの部分です。ムメイさんとエコマさんのランプがつきました、うんうん。でこの2人のチャンス目を引く、まず引く、これが大事。あー怖い。そうやね、この噛み合いが難しいのよ、噛み合うか噛み合わないかがね。あやー頑張れ、インスタもフォローするな。やってるかな、ハイファンする役を赤引きました。おだから 60%、 約 60% で赤当たります。でもこれが当ててる気持ちよく、これ当たってるだろう。これが、あ、熱い、赤まで行けば、赤まで行く、強い。これもほぼほぼもらってると思います。鎧カバネ、大丈夫だよね、いけるっしょ。あ、嘘、弱い、いけます。え、ダメ、腹立つパターンや、カバネリの。今日一変な汗が非常にまずいんですが、最後の3ゲーム。そっちより勝手に見とったそっち。お前やな、うん。勝手に目が追っとった。今日セクシーデー。セクシーデー。ダイナもセクシーデーの時に行った。あ、待って。あ、マジでな。リプレイか。ラスト。ラストはチャンス。結構チャンスやねん今日な、に。ラスト。押せない。本当にすいません。枚数も出てくれない。そう？変な汗出てくる。いや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 。まだそう。いや、まさかの心が泣いてます。これちょっとマリアさんもショックやろね今。お疲れ様です。お疲れ様でした。終わった。激闘でしたね、戦ったね、やってもた、間違ったっぽいな。あ、さっきより笑顔明るい、うん、あれドレミちゃん、やっぱ出ちゃってる、出ちゃってる、ドレミちゃん笑ってるし、正直、うん、絶対出てないなみたいな感じだったけど、え、アイス食べてた、そうよ、余裕があるかもしれない。はい、見どころあった、見どころはあった、ありました。あ、そうなの、間違ったか、なんかみんなが笑っている、笑ってるけ ど, るけど、すっごい汁出ました。わかるびっしょびしょ、すっごい汁出ました、ね、ありがとうドレミちゃん。スロットパチンコ楽しい、まあでもちょっとリベンジをさせてほしいなって、また出してもらえるようにお願いします。はい、マリアが5万1000使用の回収ゼロ、ありがとうございました、出玉ゼロ。リリーさん、はいはい、マリアンヌどうでした。いやこれマリアじゃなかったら耐えれんかったな。マリアでよかったよ。でもさ、マジで思うけどさ、なんでさ、ほんまに出んときってさ、出る気もせんよ。出ないです。俺ほんまそう思うの、毎回。で、出る日は絶対出ると思う。はいはい、当たるよな、大体。わかります。感覚。なんなんやろ、あの感じ。なんでなんやろ、大ってその辺見てるんかな。ほんまやな、不思議やな。ドレミさんですよ。そうそう、そっち俺知りたい。あ、もう一回 C タイム突破したんや。はいはい。70% とかですね。駆け抜けと。で、テーマは愛ということで、アイスを食べて挽回を図るも知覚過敏があるんだ。オーバーハンなんか愛からのアイスのダジャレで知覚過敏オーバーハン。待ってほんで費用が 43,500円、最後はパチンコを乃木坂で持ち玉が滑ってなくなりフィニッシュってことは、どっちもゼロ玉、どっちもゼロ、最悪やん。でも、まあ、写真集があっただけ一応当たり。そうやな、うん、一応当たり。いやでもなんかこう見応えありました。可愛らしい2人だったね。はい、良かったです。癒し会でした。好きになりました、2人のこと、うん、はい、ということで次に2部1を突破するのは誰だ、はい、次回は9月1日配信です。はい、よろしくお願いします。ピタッ。